に、はい、はい、はい、皆様こんばんは。今週もいい音と色の音をやっていきたいと思います。Fighter! Fighter! Fighter!
Hey!
Thank you.
Round 2, fight!
こんばんは、皆さん。はい、埼玉県デートナシキの皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、今週もですね、金曜日やってきましたけど、
はい、Xゲーマーズさんからね、またね、コメントいただいております。ありがとうございます。あの、皆さん今日エントリーしてない方ばかりなので聞いて回りますんで、よろしくお願いします。
Thank you.
はい、こんばんは、本日2018年、2月9日、金曜日肉の日ですね、第63回の式の細道ということで、始めたいと思いますが、配信台ちょっとまだ盛り上がっています。あー、ごめんなさい、配信台です。配信台盛り上がっていますので、ほどほどなところでお願いします。で、最初言っちゃいますけど、1回戦はあのロードさんとニアさんです。ラスト、じゃあラス1ってことで、ラスト1本お願いします。配信台は大会、式の細道使わせてもらいますんで、先方の二方、じゃんけん、あと、お金払ってない方、お願いします。はい、じゃあですね、じゃんけんをしていただいたということで、1試合目は喋ってみてなりますかね。あ、分かんない。川島です。入ってるみたいだね。さあ、こんばんは、川島です。はい、1試合目はですね、1P 側、ニアさん、ニアさん、ケンですね、ケンですね。 2P 側、ロードさん、S、 これ S 差ですね、差がですね、青パンですね。最近 S 差が一生懸命練習して使ってますけど、で、ホンダステージってことね。あっと、ピヨってしまう。さっきの前足から結構立っているように見えたが、サプライキック大活躍です。ちょっと球が少ない気がするが、一度こうなってしまう。開幕大事なんですよね。これがいい、すげえ、あ、ピョった。これは死んだか。あー、残念。膝掴むが。かさったりなのに、死んでいた。そうですね、ちょっとあれでしたね。皆さん、アゼットして席を立ちましたから。さあ、二人目、俺だ。
2人目のプレイヤーですね、カーシムさん、ザンギですね。はい、タイガーをかいくぐって近づいていくしかないが、おっ、結構体力がリードはしているものの、やはり的がでかい。近づいていくが体力スリップがもうない。ヤンキーの体力がもうない。おっと、大キックが届いてしまった。さあ、気を取り直して2本目。近づけない。やはり近づくこと自体が容易ではない。お、ダイス刺さった。しかしもし飛び込みから回らなかった。下タイガーをニャン食らってしまう。タイガー、タイガー、タイガー、タイガー。おっと、ダイヤシー長い。ゴーさん勝利。続いてグチさんですね。強いな。あれ、一大キックが行く。あれ、早早あ、グッチさん、グッチ、グッチ、なんだ、キャラ名は、キャラ名バイソンかな。ラウンド1、ファイト。バイソン、さあ、グッチバイソン対ゴーロン、助けん。暴れるかと思いきや暴れない読みのグッチさんの最後に。お、バイソン通ってますね。さあ、あのタイガーは当たんない。フレッシーを止められた。さあ、バイソン側どうするかな。あっと、踏んでしまう。距離を取られちゃうとね。まだあるのか。ゲージはあるぞ、バイソンは。おっと、飛んでし飛びから裏から台足でした。ロードさん勝利。さあ、裏ケニーさんの何でしょうか。おっと、裏ケニーさんも1キャラ目はバイソン。また同じ組み合わせになってしまった。しかし責任戦がうまい。しかしピョッとしまう。あれ、一発ですよね、ピョッと。事前になんか食らってましたっけ。
えないです。一瞬でやっぱ距離が離されちゃうんですね。海岸にが刺さる。ガッチャが消えるんですよね。さあどうぞ。投げ返す。どう。最後は掴みで、お互い掴みいった感じですかね。ここは変化している。ガッチャ投げる。ガードしてるところを攻撃。うまい。ちょっと待って、最後は大橋ライト芸人バイソン勝利。続いて中島さん、さあ中野勢の中島がいる。中島さんの1キャラ目は何でしょうかね。ああいうキャラです。いやーちょっとねもう諦めてるとやべえ。そうなんですよ、バイソン戦は最初さえリードしてしまえばと言ってもね、バイソン、バイソンなんでね。止まってから、ジャグルショットが知らないバイソンが下がってくる。さあ、なんか止まるか。これはね、バイソンが有利っちゃ有利ですけど、バイソンはコンボをつなげて4ヒット。やっぱホンダステージだとつなぎやすいんですよね。みたいですね。今全然見てからで目押しでつなぎましたね。さあこれでホンダステージが終わって、次がハクさん。さあ金入れても入れても飲まれる飲まれると言ってたらコインの投入口に山本さんが実は100円玉入れて3枚くらい詰まった。さあハクさんが、これは1キャラ目は何だろう。キャミンでいいのかな。キャミン、キャミン、最近キャミンをやり込んでいるハクさん、もっとだいぶ使いですね。さっきちょっと見たらキャミン面白いって言ったらめちゃくちゃ面白い。普通の子供でずっと面白いです。
下げてもらえる。もうそれ、それもう 対応済みなんで大丈夫です。さあ、ケシンさん勝ってました。ゲーム音量をちょっと下げてくれって書いてあるよ。あ、下げた？もう下げました。大丈夫です。はーい。あの、さあ、話してる間にケシンさんが、ヒカル君がリアルタイムでちゃんと音声を拾ってるんで大丈夫です。あー、そうです。失礼しました。さあ、山本さん、ほぼ山本さん、ボコとビカムストロング方法うまくいっただけですよ。さあ、真空溜まったけど、おぉあるよ、噛み合った。あー、小足投げ、手を出す。さあ、これ削りで死なない。さあ、ワンチャン、慎重に、慎重に行きたい、慎重に行きたい。さあ、波動拳、その波動、ちょうど爪を出してしまって飛ぶ時間がなかったですね、今ね。さあ、昇竜出ない、出ない。これってどういう読み合いの構図になるんですか、厳密には。これも地上に来る、地上で来るバルログに対しては結構難しいと思いますよ、竜、ね、弾打てないんでね。これ、バルログと…あーっと、今投げで死んでいた。あバルログが飛んでくれた方が竜は楽なんですよね、逆に。そうですね、落とせるチャンスがあるんでね。地上から来ると本当にもう、お、今日波動が冴えてますよ。どっかで大足を当てるか、昇竜を当てないと。当てない、どっかでひっくり返したい。さあ、竜巻、お、間に合った。さあ、真空溜まったが、おっ、どこで、どこで、今なんかごまかして普通の波動拳が出ていたが、あー、違うのが出てる。いいのか、それで。なんかグラグラだったかケイシーさんが勝っている。さあ、山本さん惜しかったですが、デトナー式発ストレーステレオ。さあ、クレジットが、ステレオレフト、エムディライトマイク、そうです、それわざとです。あ、そうなんだ。左の耳だけでゲームオンにして、あ、違う、逆か。マイクが左耳で。さあ、シャル、シャル君の剣ですね。これ、動画勢だとあんまり見ないんじゃないですかね、シャル君って。剣、まあ、たまに使ってますけどね。さあ、バルログ剣はワンチャン、剣側はいける可能性がある。
さあしかしこのバルログ飛んでくれないんで地上でじり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 行くしかないですね。さあ投げには行かず、さあどこに繰り返す、削ってくるぞ。さあどっかで投げに来るかな。おー、繰り返したけどむずいっすね。サイパン良かったんですけどね。あれ弱小竜でつっかったら繋がってたんですかね。いやあの距離は当たんないですね。入んないです。さあ5番5番でさあテラ出さず、さあ厄介ですねこのバルログは。さあすかして投げる。まあそうですよね。さあうねくんがげんなりした表情で席につく。でもこいつなんだかんだバルログにあんま負けてないんですよね。いやガイルはかなりいける方ですね、うん、まあベガーと並んで。ただうね読みしてるかどうかですね。あいやでもヒョウ来てくんないんでね、もう地上なんでこれはかなりガイル側のスキルが問われますね。お、通して。さあちゃんとヒット確認している。さあコンボ繋がって、下段が通る。あれは落ちない。取った時点で終わっちゃってましたね。アントビですねあれね。溶かして画面端。さあ落ちた。繰り返して。さあ当たらず。さあイライラさせるのがとてもうまい。さあガード。さあソニックが当てて高すぎた。ああ弱。今ダブルソマ出そうとしてましたね。あれ今アントビですねあのタイミングはもう無理やり出そうとしました。お茶丸くん、そうなんか最近文字合いやるとよくやられるんですよね。このキャラ強いじゃん、やばいわこのキャラって。まあこれはまあいい勝負ですね。さあなんかボタンを連打しているだけだ。チューニーで挑むこと自体がすごいです。ボタンを連打してるだけに見えるが、お、あるある。さあ投げ返して対空が出ない。ボタン連打してますね。ボタン連打してますね。ずっと連打してますね。それでうまくいくわけないだろうと。さあとりあえず後ろ歩き後ろジャンプを繰り返して頭出して届かない。さあぴょん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 している。着キックでぴょんぴょんして炸裂してるだけ。ぴょんぴょんして炸裂してるだけ。さあこれはおっといけるぞ。これあるよあるよあるよ。さあ諦めないで。ないのか。あー下段。あこれもうわかんない、もうわかんないですよこれ。あーガードケイシーさんとっさにガードしてしまうのか。ありえてしまうのか。ショーキックでずっと飛んでいる。返して。おお。いいっすよ、チュンリーっぽい、すごくチュンリーっぽい。おお。これわかんないぞどうなる。あ対空がない。さあかなりいい、惜しかった。さあこれトモザ。さあ、1キャラ目はトモザ、なんだバイソン、はい、マイク変わりました。ハクです。さあお願いします。お願いします。チュンリーに続いてバイソン5キャラ続きます。さあ、地上で爪をブン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 。おっとおっ、角半あるんですね。うまい、これはうまい。大きいしゃがみ中足ですね。絶妙のあれ、持続ですよね。引っ込んでんのかと思いきや食らいますからねあれね。まだあったのっつって。
さあ、おお、ヘッド。さあテラーで暴れる。あっとオアが刺さって投げにはいかず、あっこれは玉島投げだ。最後なんでしょう、ジャンプ中キックかなあれ。バルログを飲みさあ、ケイシンさんがさんのバイソン、ここまででした。さあ、破天荒さんギリギリ間に合いまして、破天荒さんが、さあ破天荒さんが、破天荒な、破天荒なガイル、お破天荒なガイル来ましたね。破天荒ガイル、さあガイルバイソン、ガイルバイソンを、お投げて、これなんかガイルが有利ぐらいまで言われてるみたいですね。結構ガイル戦えるんですよ。2番通過、2番通過、さあなんかごちゃっているが、さあ、あっとここで逆転、ヘッドで、あーっとぶっ放したバイソン戦は強ソニックがいいんですかね。そうですよね、今日でガンガン今日で打っていった方がいいですね。お投げる、え、お前お前お前ガエル使いだろさあ今日行ったかだよ、今日行ったかだ、空振って、いや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 、今日今日、あーこれはきつい、あー今更、さあ残念ながら破天荒なガエルとはなりませんでした。さあこれはもう一回、最初からかな。この場合はニーヤさん、どうぞ、はい、さあ、ニーヤさんの剣、バイソン剣は友沢バイソン対ニーヤ剣ですね。クレイジー溜まっちゃうとやばいんですよね。さあ、でも膝でワンチャン剣はゴリ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 いけると。さあしかし竜に比べるとやはりきついと思う。あー死んだか、あこれは割り込めない、死んだあ了解。これダイヤグラムはどれぐらいですか。いやーバイソン7ぐらい、どうだろう、 7近いのかな、7ぐらいですかね。さよなら、あカーシムさんです。あ俺どうもー、さあ名乗れ、なおこれはうねうねガエルよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これは結構前頭さん今日来てないんで前頭今日は来てないっすね。さあ、ここ、これはおーっと、暴れてクレイジー、おっと、これはさすがに俺は大学今の確定、確定です。結構最近なんかバイソン残機のカードをツイッターでよく、はい、どっちが強いだろう、なんだろうって言ってますけど、まあ残機有利って言いますよね。なんかでも残機が勝ってるとこよく見ます。残機有利なんですけど残機側もなんか簡単にはできないっていう、これ残機側めちゃくちゃ難しい技術。そうですよね、なんか関西の方でも残機バイソンでやってたりとか、はい、結構残機バイソン今面白いカードっていう風に、へえ、わーそうですね、グラウンド、ベガもそうなんですけど、ダブラリー見たらすぐグラウンドで刺したりとか、でも K ラリーだと短いんで、あの騙しだったりとか。それは攪拌ですよ、いや、まあ、ラリアットした時に下段で刺すのが結構いいんですけど、はい、それが、あのキックのラリアットだった場合短いんで、そのままあのなんかフェイントだった場合もあるっていう話です。なるほど、しかしいやーこれ冷たい、グランドでしか冷たい、グランドで、おっ あるここしかない、あーでもーあーダメだ、いやある、あなんか唯一の勝機を逃してしまいましたね今のは。で今のもどうなんですかね、今飛び込みクレイジーだったら、飛び込みから今飛び込んだ時にリバーサルクレイジーって言ったら死んでたのかな。
お、グッチさんの竜、グッチ竜が、いやグッチさん最近東西戦とかめっちゃ何枚抜きなんだってぐらいしてますからね。勝利当たって、うわ中足など、難しい中段、うわガンガン攻めていく、難しい中足、大足、うわ食った、中足波動が結構刺さりますね。飛ばし、すかし、すかして中、あの下段で中足波動、あーなるほど。さあこれは竜が美味しい展開、昇竜拳当たる、あー竜巻、なんかバイソンの起き上がり攻めにくいんですよね、下手くそなんですよ。あーでもやっぱめくり竜巻、あーうまい、いやこれ今ゲージ的にもバイソン溜まってないんで、でも溜まるの早い、いやでも溜まった、どうなる、まあでも体力が減らない、全然減んなかった今、波動難しいだろ今の波動、今 2ドットぐらいしか減んなかった、あーえ波動拳あんなに減らない、1ラウンド取られてるとはいえ今波動拳が2ドットぐらいしか減らない、3ドットぐらいしか減らなかった、減らなすぎです。さあ、あー痛い、これはバイソンのペース、いやからの、うわー、あー掴んで下がって、うわー昇竜拳竜巻めくって、めくって、見えない、投げ、投げて、投げ、投げて、強気、止まったぞ、いやー今これはうわ当たってしまった、うわこれすごいムーブやばいな、うわこれ、これはどっちか分かんない、逆にクレイジー持ってると逆になんか動きが硬くなっちゃったり、あー時間が、うお時間が短いが、わー竜巻減らない、あーっとペット中足、竜側がなんかやっぱりそのたっぷり間合いを確保してるとバイソンきつくいですね、結構そうですね、ガンガン攻めていかないと、さあ、2周目ロードエッサが さあこの速さ、おヒットしたからの、しかし球が速い、流して当たった、どうなるこれ、どうなる、あー飛んでるなんか困った時に前飛び大キックしますよね、すごい、まあでも実際強いですから、いやまあそうなんですけど、すごい分かりやすい分かりやすいが、その分かりやすさを、あー性能でカバーして、時間がないんだよな、あー今のは前飛びでもよかったな、そうっすね、距離的に詰めて、なるほど、打ってきたい、微妙な間合いに自分で行ってしまう、いや前飛び、前飛びが多い、さあ球が少ないが、青パンはここからでも全然いけるキャラですか、ダメ端やんまり、そうなんだけど、十分に今の前飛びが十分に性能生かしてない、ガンガン行ってほしい、あーいいよ、いい立ちだけ、あー下段、あーこれきつい、きつい、きついが、きついけどここであえて強気にいってほしい、シンクロのためにいやーこれはさすがに前飛びの回数を数えろはははは、中島さんのガエですか、ガエルですね、来た、わこれは見ものですね、神髄カードです、神髄、そうですね、一つは大体
あー惜しい。この2キャラさえ使えればもう一つは30年遊べる賞金しますから。うわ、いやー1世紀10世紀ぐらい10世紀ぐらい10世紀って来世も遊べる。 X あるの？いやーこの強気の攻め、ダメージはきついが、あとガード、いやーストリックス刺さる、わからない、これはわからない、いやー今のは、いやしかしアレクシス、あれガードしても、ね、いや今ダブル KO、まあ、打ちで取れたらなっていう感じですよね。スロースターキック当たった、いや当たんないね、当たらないですか、うん、もっと潜らないと、もうちょっと、お高め、投げられた。今のはまあでもリフトをうまく当てて相打ちだろう。いやーやっぱりその置き攻めの種類がやっぱリュウはすごいありますから。そうですね、画面端いっちゃうとやっぱ、うわーあーダイゴスグッチさん、これ得意なんですよ、これすごい。シャブリーが止まんない。確かに。さあ、ハックンのキャミー。はいはい。さあ、ハクキャミー VS グッチルー。これもね、弾の。避け方が難しいというか。そうっすね。しかしやっぱり、うん、ハック君もだいぶその球の読みが鋭くなってきてるので、垂直跳びも上手くなってきた。そうですね。あしかしこれきついな、ジャンプがふわっとしてるから間に合っちゃうんですよね。これ来たよ、来た、唯一の勝機、あきつい、これはきついですね。さあ2ラウンド目、くじけずに頑張っていただきたい。なるべくね、いい攻め、接近戦に持っていきたいっていうか。そうですね、距離が離れちゃうと本当にもう、あーこれは完全対応臭いですけど、かー弾打ち厳しい、あー落ちてサーカスチャーリー、あーこれは難しい。キャミーは本当にやり込みがいのあるキャラですよ、ね、いやもう超楽しいですよキャミー。あれおい、裏ケニーさんのバイソンじゃないっすね、 S 流初めて言います。裏ケニーさん何でも使えますからね。そうですね、おっとちょっと少々ホバリングしすぎて、さあきつい。 S 流 X 流はやっぱ前半は S 流が体力リードしたいところですけどね。そうですね、そこからもう相打ちバンバンしても大丈夫なくらいになーっと、真空波動拳はやっぱりもう最強っすね。まあそうだね、これは最強っすよ。潮流、おっと大足巡りを選択、波動の回転は S の方がいい感じだが、熱いこの前どうする、うーんこれは飛んでった、そうなんですよね、やばい、いやすごい暴れてる、どうする、あおっとここしかないのでは、おーわー繋がってない、繋がってないが勝てばよかろう。ファイナルラウンドですね。これであっと飛んでしまった、竜巻、お、なんか謎の中盤、やっぱり S 流は竜巻が本当に強いっすよね。竜巻そうっすね、うわ来た、あっとリバーサーじゃないが、昇竜拳が暴れて竜巻やられてやばい、今のは台足間に合っちゃったのか、あーあーいや大丈夫、いやありますね、 S 流なら S 流ならあります、まだ時間もありますね。いやー、ダイヤシからぶったの怖い。まだこの体力なら、いやこれは分かんないぞ。この体力間に合う。弾が早い。全然間に合う。来た。ああ。波動拳打ってた。
初めて見た。S 流に。いいキャラです。まあ、S 流使ってれば楽しいです。流々ですね。あ、同キャラ戦で結構面白いカードですよね、流々は。本当にこの飛ぶか飛ばないかっていうこの攻め合いがだいぶ面白いです。そうですね、ちょうど大足。あー、結構あの人間のタイプで全然変わってきますからね。個人的にエクスパーさんはだいぶその竜としても竜使いとしてもかなり潜在能力がえげつないっていうのは、それはどういう、エクスパーさん、いや、エクスパーさんの竜誰も真似できないんですよ。ミスティさんもなんかでもちょっと違う感じ、ね、いや意外と堅実だと思いますよ自分は。意外となんか防御型だと思います。堅実ですか。ああまあでもいや竜巻とかすごい使い方が上手いですよ。そうっすね、あの絶対通常技タイプ、いやすごい、いやあの研究されてると思いますよ。あー昇竜が刺さって、いやあとあれなんですよ、エクスパさんリバさんミスらないんですよね。あー確かにそうです、ここはすごい大事なところで。おー来た。あーと竜巻がちょっとふわっと昇竜かわして、いやでもこれはあーたまる、エクスパアッパー。あ、これはなんだこのムーブ、このムーブ、あアッパー、いやー分かんない、分かんない、どうなる、どうなる、どうなるこれ。あーあー撃っちゃった、撃っちゃったけど、あ、まだある、10秒、あーっと、あーっと、惜しかった、もう一回もう一回やりたいとエクスパーさんルールがこれも、これはチュンド。お、今とはマッチしない。お、さあ、うねくん、なんか喋ろう。喋ります。あ、これ結構ね、いい組み合わせらしく。え、そうなんですか。うん、かなり、僕はチュンリー有利だけど、そんなに差がない64とかさ、とか 6.5 と 3.5 とか点5みたいな、点5とか、いやいや、いやいや、ちょっと有利。そうそう、やばい、ワンピー、ワンピーは山本さんです。ほぼほぼ山本さん、ほぼの方です。おーまさか歩き戦ですがまあ、ぶっぱなしのあれですね。そうですね、山本さんは本当なんかこの子という時のぶっぱがえげつなく強い。そう、重い、うわ刺さった、減るよ、ここは、あ、重い、冷静にガード。あそこね、大体投げなんですけどね。そうそう、ちょっと引くっていうのが大事ですね。組み立て方はうまいっすよ。そうそう、試合作りは結構、そうそうそう、中腰刺さって、いやでも悪くない、おお強い、まさかのグッチリュー倒しましたよ。しかしあのー、これ大金星、金星ですねこれは大金星ですよ。リモコンは出ませんリモ、あのグッチリューを止めましたよ今裏でリモコン投げてたかもしれないさあシャルさんのベガです。これも天敵ですよ、ベガ側ね。そうですね、これはすげえチュンリー有利、まあ、うまく立ち回ればチュンリー有利なんですかね。あとはもう投げにひたすら、あーガムシャラ、ガムシャラ、ガムシャラ的な、ガムシャラ的な、うわっ刺さった、見てからか、あーもう足長すぎだ、これいい、いい、組み立て、組み立ていいよ、いいですよ、あ、いいよ、あ、いいよ、あ、いやー、あー、あー、あー、
まさか決まらなかった。ああいう時にこうね、うん、あの常日頃の練習ね、怠るとこんなことが起きてしまう。いい見本ですね。あれは目押しで転ばせばよかったと。そうですね。ずっとね、まだターンが続いてたみたいな。さあ、シャルさんのベガですね。言ってなかった。あれ、冒頭、ああまあでも。これは準備きついっす。これ、いやー来た。あ、いやーきつい。さすがにこれはベガ側。わあこれです。立ち台ですね。立ち台。いやーでもいい試合でした、ね。いい試合でした。いい試合でした。いい試合。ミスらなきゃ。そうっすね。ミスらなきゃ。いやでもグッチさんのリード止めたので。いやそう。そうっすよ本当に。あれはすごかったです。え？いや、うねくん、あ、俺、あ、僕っすね。じゃあ、そのまま。さあ、うねガイルとシャルベガですね。両方とも白色。この組み合わせは動画なんかで見ると結構いい試合してるんですけど、ベガが触りに行くのが結構難しいような気がしますね。ここはおーいいですね、ジャンプ台から垂直台っていうことでいい連携です。さあ山本さん喋ってください。はい、どうもこんばんは。ほぼ山本です。こんばんみ。こんばんみ。世界のなんだ。あ、そんな感じ。ニョロニョロからこんばんみみたいな。そうですね。はい。いやー、シャルベガ強いですねやっぱね。ツイッター情報だとなんかガイルがやっぱタメを解除しないような。見てからですねこれ。おっと表だ。しかも表。食らってんのに投げに行くという。今もうめくったのを想定してガードしちゃいましたね。さあシャルベが勝利。さあお茶丸さんは。はい、2キャラ目はあれですよね。あ、得意のスペイン忍者。スペイン忍者、職業スペイン忍者。あ、そうです、そうです。ちょっとね、難しすぎて僕には分からない言葉です。組み合わせがやばいですよ。よくカプコンは世に生み出したというか。そうですね、まあまあ、あの勢いだけでいってる時代ですからね、この時代。あ、そうです、90年昭和の初期ですね、うん、何でも出せば売れると思う。そうですね、売れちゃいましたけど。売れちゃう、びっくりするぐらい売れちゃいましたけど。あ、これは、あ、そんなね、スパツ X、スーパーストリートファイター2ターボ、ジャパニーズ版ですけどね、あの今日もデイトナ式で8セット対戦台が稼働しておりますので。あ、本当ですね、はい、8セットって結構すごいですね。はいはい、最近あのジャグラーぐらいしかないですよ、こんなにあるの。ジャグラー対戦台のジャグラーとかね。そうそう、そんなもんです。光らせたもん勝ち。まあ合ってますね、そういう意味ではね。そんな感じです。あー、ゲージを貯めようと。それ次ぐらいスパツ、はい、あります。あ、と言ってる間にちょっとね、シャルさん勝っちゃいましたね。そうです。続いて破天荒さん。シャルさん強いですね。そうですね、シャルさんのベガはね結構慎重だから、最近またね始められた感じですけど、昔やってたの見てたんですけど、しばらくやってなかったです、うん、そうですね、サブキャラもうまい。そうなんです。さあ破天荒さん、はい、竜ですね。破天荒さん2周目最後のプレイヤーですかね、もしかして。あ、そうそうですね、はい、ダッシュからの、あ、ケイシンさんがいましたね、失礼しました。ケイシンさんがいましたね。あれ、メインキャラ満を持して出す感じですか、ここで。勝った方がケイシンさんとやれるという。あ、非常に光栄です。そういう感じですね。
非常に光栄な、こう、光らせたもん勝ちですからね。そうですね、まあ同じぐらい光りますからね。そういう意味ではね、共通項ということで。いやいや、おっと、でくいぞ。あれですよ、でもあれ、ジャグラーといえば、あれなんですよ、精密電子さんなんですよ、実は。え、そうなんですか。はい、レバーとボタンが。あ、じゃあ、はい、一つやってるときも、話すときに、そうそうそう、そうそう、スパッツ X もね、初期は、3話より精密の方が多かった気がするんで、話入力はそういうところにつながるんですね。はいはいはい、そうですね、だから、スパコン出すとき、はい、ボタンねじった方がいいんですよ、多分。ね、じゃあ、ティーホークの話スタイルもねじねじしながら、そうそう、ねじねじしながら行った方が、これは光るわ。はいはい、そういったね、そういった実は逸話がありまして、55ってチャンスって感じでね。そうですね、ねじねじ、そんな感じで光り合うゲームだということで、レバーのボタンで光り合うと。龍なんかはね、一試合に3回光れますからね、最大損ぐらいいけますからね。おお、素晴らしい、今ロケッティアの、あー、しかし拾われてしまった、でくいぞ。しかし地道に、おっ、15歳、立ちぐらいか、あれ、あえて立ちぐらい選んだんですかね、もしかして。まあ見てからかもしれないですね。立ちぐらいは反撃派、まだ死なないぐらいでしたからね、立ちぐらいで。おっと、ダイヤシー、判断の速さが、シャルベが勝利で、続いてケシーさん、ここで満を持して、満を持してね、久々に見えられたケイシンさんの子さんメインキャラの凄腕チュンリーさんですね。そうですね、ケイシンさんですよ、赤いチュンリーの方ではないですよ。いやいや、全国に見えない、顔が見えない、ね、あ、はいはい、わかりました。さあ、画面端、これはきつい。もう君とってもループするんですよね。どうですか、チュンリー使いとしては。え、何がですか、なんかこうコメントありませんか。ボコボコに負けましたけど何も言うことはないです。どうしたら勝てんだろうかな。チュンリーはね、ジャンプの軌道が結構ネックだっていう感じ。そうですね、落としやすい感じはするんですけど、ただベガもそう簡単に落とす技もないのかなと。あ、まあそうですね、どっちもジャンプは緩やかだと。絶対ガードしなくちゃいけない時がある。おっと、ピヨってしまう。目押しがうまいっすね、これ。オーラパンチがコンボで入る。続いて最後ですね、2周目最後の、そしてまた同じ組み合わせですかね。続いて友田さんなんで、お、これはなんかチュンリーベガ東西戦の最後の方みたいな。そうですね、感じですね。このままあれですかね、5先ぐらい行っちゃえばいいです。イベントが変わっちゃってますね。うわー、目端が、そういうことか、画面端が、なるほどなるほど、画面端が抜けられない。なるほどですね、その中盤は分かってたんですけど、そこからまさか弦までつなぐ。いやー、すごい反応ですよこれ。隠れ突き、あっと踏んでしまった。ケイシンさん勝利。続きますね、今連勝数がトップは、さあ、2月9日肉の日、四季の細道3週目に入りました。63回もやってるんですね。ちょっと私も久々に来ましたけども、ケイシンさんが6勝、グッチさんも6勝、今ケイシンさん勝ち続けてるので
カウント中そうですね、ケイシンさんの剣が勝ち、あごめんなさい、バルログが6勝と、グッサーの竜が6勝で、で今ケイシンさんはチュンリーが勝ち続けてるので、あ、なるほど、うん、負けるまでですね、もしくは7勝するまで、もう組手みたいになっちゃうかもしれないですね。お、ちょっとこれ剣ですね、ニアさんの剣、ちょっと僕この試合よく見たかったんですけど、もう1ラウンド終わってます。早いですか展開が、うん、ちょっと剣戦が分かんないんですよね僕。あ、なるほど、これはでもなんだろうな、なるほどですね、あの手足を刈られないように弱にしてますね、はい、弱で意外とガード多めみたいな、中足もね、チュンリーの中足は戻りに関係ないんですよ、これは。でも、じゃあ出先を刈られるんですよ、そういうことですね、入力しといてボタン押がいいってことですね、ここでもボタン話、ボタン話がね、重要ですか、話はつまりやっぱ世界共通で重要だと思いますよ、これは話はネジネジしてると出ないっていう、戦列、弱波動で止めたんですが、ドケジンチュンリー勝利で、さあ、これカワシムさんのダルシムですね。いや、本当、総裁戦の後半みたいな感じですね。今日はあれですね、そういえばプレイヤーさん主催のね、新年会があるってことで、新年会がある、そういえば、式で、あれ、あ、ほとんどない、あたまたま、ちょっと時間をちょっと巻いていこうかなと、そうですね、うん、思ってますんで、新年会ってのも新しいですね、そうですね、ケイシンさん、2月ですよ、もうそうですね、おっと、中断、中断ですね、ケイシンさんだから7勝した時点で、これ終了したいと思います、チュンリーが、なるほど、うん、続けてもいいんですが、ダメ橋の投げはあれ受け身取るとチュンリー不利みたいな、そうですね、逆に投げちゃうとそうなっちゃいますね、チュンリーガラシもちょっとよくわかんないですね、あ、これ比較的あれですよ、多分チュンリーの方が有利なはずなんですよ、あのだから結局は絶対にこう落とせない間合いがあるんで、あー、なるほど、そこを飛ばれちゃうとガラシも的にはかなり辛いらしい、いや、片目投げ、あ、踏み踏みと踏みつけ2回が、チュンリーでね、中段やる人って結構あんまりいないイメージですよね、しかし画面端ゲージもない、どうするケイシンチュンリーって形ですね、あー、今の届かなかった、危ない、削りが、あっと飛んでしまった、川島さん勝利、ここで勝利数のケイシンさんの勝利数が3、チュンリーの3ということで止まってしまいましたので、勝利数多いのは今日はケイシンバルログの6勝とグッチリュウの6勝ということで、これ決勝やるんですか、これで決勝です、あまさかの、まさかサブキャラで勝ち上がってたという、これキャラが変えちゃダメなんですか、ダメなんですか、あー、そういうルールなんですね、それしょうがないですね、そうなるとですね、したらワンピー側がグッチ流、ツーピー側がケイシンバルログということで違和感があるという声がこれ三先ですかね、三先とのいうことで始まりました、あ、
いいの、今のいいですね、しゃがみ台。実際どうなんだろうな、リュウバルロウ結構対策動画みたいなのも上がってますけどもね。おっと投げ返した。あでもなんかケイシーさんのバルログはそう地上戦メインみたいな。そうですね、あまり票しないですね。だいたいバルログっていうとあの票対策、票ばっかりしてくるんで票対策しちゃうんで。そうなんですよ、地上戦が逆によくわかんないっていう。で票対策のために龍が画面を背負う、あ画面端背負うみたいな。そうですね、そういう戦い方をよく聞きますけど、見てると本当に滑りをしてる感じですね。地上戦だけだと龍の方が有利なんじゃなかろうかって気もしますが、しかし、おっとローリングイズナーが、あクリスタル、ローリングクリスタルですね。どういう名前でした、ローリングクリスタル。そんな、そんな感じです。そんな感じの、記憶が定かじゃない。ローリングクリスタルフラッシュだった気がするんですが、もうダッシュとかターボのねインスト見ないと分かんないですね、これはね。そうですね、ちょっとバルログやっぱ、いやでも本当地上戦メイン、あーっとここで1勝目はグッチリュウ。そうですね、お、まずさあ2本目、ケイシンさんバルログ使ってるんですかね。そういえば、いや俺結構いろんな動画見てるんですけど、はい、初めて見ますね。やっぱりそんな感じですよね。いや本当そうですよ、ね、なるほど、意外と亀のようにガードをして反撃待ちっていうようなあれなんですかね。しかし辛さはね、やっぱりでも爪はガードしてれば減らないですからね、体力がね。取られるか、リーチは長い、ただリーチが尋常じゃないほど長いので、手足を出してしまう、ここに差し込まれる感じですよね。スライディングもね、隙が結構ないと思います。一旦で当てればみたいな。あ、ちゃんと3回入れてきますね。おっと、ピヨッタ投げ、受け身がないの。いや、受け身、バルログ投げに日和には受け身はないと。そういう意味では、はい、最大ではないですね。最大的なね、ためがない状態では最大じゃないかなと。そうですね、思いますよ、大みたいな。3本目ですね、もうケイシンさん2本目取ってますね。さあいい勝負ですよ、3本目。はい、2本目ケイシンさんが取って3本目。おっと昇竜が出る、大昇竜15数真空でちゃんと2回拾う、おっと起き上がり投げ、テラーテラーできるってことはやっぱりやってるんですよね、そこそこ。走っていい程度にって感じですね。あれそんなにわかでできないですもんね。あいい立ち台、しゃがみ台ですね。近距離からの3段、素晴らしい飛び込みからの3段、目押しでつないでいった。タチ中キック対空になるんですかね。あー波動出してしまう、難しいですね。もうでもいい勝負ですね。そうですね、飛び込みの強パンチですかね、多分爪、あれ相当強いはずなんで。おっと飛び込みが3段、おっと投げ返し、投げいったが投げ返した感じか。まあそうですね、龍がファイヤーを当てたいところですよね、転ばして。そうですね、おっとアッパーが出てしまった、竜巻。おっと真空で削り、
3本目はグッチリュウ2対1ですね。さあ2月9日肉の日四季の草月4本目決勝。難しいですね、これね。リーチ差がね、やっぱそうすると波動しかないんですよね、うん、そのリーチ差を埋めるものは波動しかないん、結構圧力ありますね、うん、飛ばれるとおしまいですからね、うん、そうですねこれが刺さる。そういう意味では、剣の方が機能するんですかね。本当にバルセロナやらないですね。そうですね、今日ってこれしないですよ。そうですね、さっきから使ってるのローリングクリスタルか起き上がりのテラーぐらいですね。あーいい3段ですよ。起き上がりからグッチリュー厳しいか。おー、ショーハードもちゃんと、おっと台足差し込んでいく、置いとくみたいな感じですね。素晴らしい、いい勝負です。先にリーチをかけたのはグッチさんってことですね。そう、ああそうですね、これ取れば、うん、このラウンド取れば優勝が決まりますが、ケイシンバルログもそうは意味がない。足早いな、このキャラクター。ハイ波動、波動で押していく。やはりおっと、目押しで2ヒット、昇竜が見えた。大昇竜で、大昇竜第63回四季の細道優勝はグッチ竜、おめでとうございます。おめでとうございます。ということでね、今日はコインにて、早いです四季の細道終了となります。もう巻きで巻きでいきます。くだらないことを言うとね、はい、長くなっちゃうんで、時間は22時30分ということで、もうすぐ、はい、これからね、行く人は行っていただいて、帰る人は帰っていただいて、まあ明日からね、3連休なんで、そうそう、あ、そうですね、明日3連休、うん、そうですね、世間的には明日はどこでイベントですか。明日は第ない第2週かな、明日第2週なので、土曜日はバーサスですね、バーサス、なるほど。で、日曜日の、11日の日曜日もバーサスですね。団員決定戦でしたっけ。ああ、なんか復活するという、はい、1日限りの復活イベントがありますので、あれもね、動画で昔の上がってますけど、はい、かなり見応えが。でもあれ、僕あれですよね、時間全く見えないですよね。あ、そうですね、うん、思ったんですけど、こう何人抜きとかしていくから、はいはいはい、うん、まあ、ポイントがなんかね、画面に表示されてますけどね。そうですよね、減ったり増えたり、減ったり増えたりというか、1回負けて家に帰ってまた戻ってきたとかいう人もね。ああ、なるほどなるほど、なかなか面白い。それでもね、収ま、尺に収まる感じですね。そう、そうなんですよね、2010年とか11年ぐらいで、あ、でも7、8年前のイベントなんですか。そういうことですね、一夜限りの復活ということで、ちょっと楽しみ。日曜日、はい、僕も行けたら行きたいなと思ってるんですけど、そのそうですね、ちょっと自分も終わり時間が見えないっていうのはね永遠とやってるんですかね。そうですよね、ある程度はやっぱり。なるほど、ぜひね、そういう僕の知らない時代だったんで、ああそうですね、見てみたいと思ってはいます。はいはい、じゃあすみません、ありがとうございます。今日マイクは、いろんな方変わっていただいて、そうですね、最後は私山本と、裏辺にワイソンしました。ありがとうございました。ありがとうございました。あの配信台はまだまだの試合続きますので、よろしくお願いします。
Round two, fight!
Thank you.
Ha!
あ、はい、ということで、今週も今日も23時になりますので、こちらの試合終了後、配信は終了したいと思いますので、よろしくお願いいたします。来週同じ時間でまた配信しますので、そちらもよろしくお願いいたします。では皆様お疲れ様でした。失礼いたします。